はい、じゃあ我々がですね出品する10商品、うん、今ここに出したいなと思います。はい、せーの、はい、はい、出てきました。はい、こんにちは、マーチャンネル前原です。はい、今日はですねサービス開始5周年のメルカリに出品したいと思います。じゃあまずはですね、まあ皆さん知ってると思うけどメルカリのサービスを簡単におさらいしましょうか。はい、じゃあまず一つ目は簡単に出品できる。3分で出品できるんだって。すごいね。すごいすごい。二つ目はすぐ売れる。たまにね。まあそうだね、まあ、商品によってはすぐ売れる。そうだね。三つ目にコメントのやり取りができる。おお、コミュニケーションができるね。そう、できる。すごいね。難しいことは知ってるね。4番目に出品されてる商品が多い。毎日50万品も追加されてるんだって。50万品もということは取引額は月間100億円超えだ。すごい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 ね。うん、5番目に扱ってるジャンルが多いんだって。ああそうだね、服だけじゃなくて家具とかおもちゃとかいろいろあるみたいね。すごいね。6番目に中古や新品もあって定価より安く買える。ね、すごいね。素晴らしいサービスじゃん。それで6月23日今日、うん、それと明日の24日この2日間だけ5周年記念の 10% オフのクーポンがもらえる。すごいね。お得だよ。得。それと今日から6月30日まで、うん、あのいろんな YouTube クリエイターだけじゃなくてなんとタレントさんもメルカリの方に出品するらしいね。すごいね。これは大注目ですね。うん、はい、じゃあ我々がですね出品する10商品、うん、今ここに出したいなと思います。はい、せーの、はい、出てきました。はい、ということでこの10品をですね前チャンネルから出品したいと思います。はい、じゃあ一つずつ紹介していきましょうか。うん、まずはじゃあこれにしようか。そうだね。これはですねゾンビ。はいはい、ゾンビでございますね。はい、後ろのスイッチを押すとうーってね、うん、歩いていくやつ。これはですね寸劇でね2回ほど使ってますけどね、うん、もう使わないかなと。そうですで、ちょっとね、家にあっても不気味なんで怖いこの際、もうメルカリに出品しちゃおうかなと思いましたね。うん、はい、これが一つ目です。うん、はい、続いてこちら、シャーキーシャークっていう、まあ、ドキドキ系のゲームですね。そうだね。これは、サメの口の中におもちゃがあって、それをこう、釣り上げるゲームなんですけど、時間内にね。そう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 、これは面白いよね。うん、こういうドキドキ系ゲーム、大変面白いですけども、これ対象年齢4歳以上、うん、プレイ人数が2人から4人までっていうことですね。うん、で、これね、1回しか実は遊んでないの。そうだよね。動画で遊んだだけです。うん、あ、その後、あれかな、ママと1回遊んだぐらいで、うん、基本的には、まあ、ほぼ新品。うん、まあ、ただうちら遊んでるけどね。うん、はい、はい、続いてこちらですね。スーパーイタイワニですね。これも動画でやりましたね。同じようにドキドキ系ゲームで、歯のボタンをこうポチポチ押してったら、たまにこう、ワニが口を閉じると。でも痛くはないの。そう、全然痛くないの。スーパーイタイワニって割には痛くないですね。こちらは対象年齢3歳以上で、1人から数人用って書いてある。続いてこちらですね、ドラえもんのつまんでつんでバランスゲーム秘密道具だらけですね。これはどら焼き型のお皿の上にこのドラえもんのフィギュアを置いていくやつ。そうだよね。うん、でバランスゲームね、これね。で、これも1回ぐらいしか遊んでない。そうだね。基本的に動画でやるのは1回か2回かしか遊ばない。そうだね。まあハマるやつはね何回も遊ぶんだけど、うん、これは1回しか遊んでないで、ちょっと気になるのが、もしかしたら秘密道具が足りないかもしれないです。うん、その辺ご了承くださいませ。はい、これは対象年齢6歳以上で1人から4人までプレイできますね。うん、はい、続いてこちらですね。これ最近やりましたね。うん、スターフライヤーってやつだね。うん、このコントローラーを使って、このラジコンを飛ばす。うん、そうそうそう、うん。やつですね。まあ、宇宙人で使ってる。そうそうそう、宇宙人が攻めてきた時にこの宇宙船乗ってきたんだけど、うん、超小型だったっていう。で、これは対象年齢8歳以上ですね。うん、はい、室内専用です。お外でやっちゃダメだよ。うん、はい、続いてこちらですね。キノコの山 VS タケノコの里オセロゲーム3ですね。うん、これは面白いよね。うん、タケノコの里とキノコの山食べながらこれやったよ、確か。うん、ゆっくりパクそうそう、ゆるーくやったんだよね。で、これ面白いのが、キノコの山とタケノコの里、こう、リバーシブルになってて、まあ、まあ、それのオセロってことだよね。くるくるくる。はい、これも面白かった。うん、こちらは対象年齢6歳以上ですね。うん、続いてこちらですね、トーマス&フレンズミニミニトーマスの4個パックを2つですね。これなんと
未開封です。未開封。新品と言っていいんだと思うんだけど、これ実は前にね、エシン君がトーマスにハマってる頃買ったんだけど、レビューせずにずっと置いてありました。うん、なので、未開封です、はい。新品です。面白いのが DC、アメリカのコミックね、うん、あれのキャラクターがいっぱい入ってますね、はい、バットマンとかロビンとかそういったキャラクターにデコレーションされたトーマスたちだね、うん、はい、はい、続いてこちらですね、デュエルマスターズのクロニクルレガシーデッキだね、うん、アルカディアスレクイエム未開封でございます、はい、ちょっとねこのね特殊なデッキを使いこなせる自信がないので、うん、出品したいなと思いますね、はい、これも全く未開封でございます、うん、カード40枚のデッキとあとラバーマットが入ってるんで、うん、まあ、素晴らしいよね、お得だね、お得だ、うん、はい、続いてこちらアニアですね、うん、アニマルアドベンチャー、これも実は結構前に買ってたんだけど、うん、レビューせずに未開封でございます、はい、うん、ちゃんとテープも止まってるしね、うんうん、これがカバー、うん、次が白フクロウで、最後がライオンのメス、あで、こちらにはライオンとアフリカゾウとマサイキリン、あと水辺の情景と背景付きマップ、いい、結構いいセット、うんうん、この計4点うち商品として出品しますね、はい、最後にこちらが130センチの子供用の T シャツだね、うん、はい、これはですね、なんとエイシン君が着てたやつです、そう、もう着られなくなっちゃった、そうなんだけど、実はこれもう2回ぐらいしか着てないの、うん、うん、なのでまあほぼほぼ新品、うん、ということですね、はい、で裏返すとなんとこのピカチュウの尻尾がねあるんだね、そうだね、うん、でちょっとこれね洗濯したばっかりなのでちょっとしわくちゃなんだけど、うん、ちゃんとアイロンかけて出品させていただきますよ、それで出品する10商品ですね、すべて、サイン色紙をですね、一緒に入れたいなと思っております、はい、でこれから書きます、はい、はい、ということで、10枚書きましたので、これをそれぞれの商品に投稿したいと思いますね、はい、本当は商品に書いてなんてこともあったんだけど、うん、嫌でしょ、そうだね、別個にあってね、これいらねえよっつってこれ捨ててもらった方がまだいいと思いますので、うん、もしうちらがね、好きで運よく商品を購入できた方はぜひ大切に保管してくださいませ、はい、ということで以上の10品をですね出品したいなと思います、はい、気になった方はですねぜひチェックして買ってみてください、はい、ちなみにですねこの買った売上はですね、日本赤十字社の方に寄付されます、はい、はい、マイチャンネルの手元にお金は入ってきませんので、うん、そういった意味では気兼ねなく買っていただけるんじゃないかなと思いますね、はい、詳しくは説明概要欄の方チェックしてみてください、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。